七重駅は北海道亀田郡七町本町一丁目にある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は H71。電報略号は7。函館駅からここまでが副線であり、本駅までの区間列車が設定されている。快速、アイリスは本駅から函館まで各駅に停車していた。年の七駅と、 周囲約1 1 5トル範囲。右下が函館方面。上は左上へ直進するのが本線を車万部方面。本線を左からまたいで北上するのが藤城市線。駅舎横の貨物ホームへの引っ込め線はすっかり緑に覆われているが、保線車らしき車両が止められている。函館方には採石土場があり、専用線が 本線脇に敷かれている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より。地名の由来は70村と、飯田村が合併し一文字ずつ取って、七重町とした説と、アイヌ語の、南無内、イ、ヌ内ンラナ,ナ,ナイなど諸説ある。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線。 計2面3線のホームを持つ地上駅である。藤城市線に直接つながっているのは3番線であり、1番線はつながっていない。なお、藤城市線は上り本線を高架橋でまたいでいる。社員配置駅、通常は夜間駅員不在である。毎年12月15日から3月15日までは冬季体制となるため当直勤務となるが、 営業時間外の改札等は行わない。緑の窓口自動券売機が設置されている。かつては駅舎内にキオスクがあったが2002年に閉店となった。ありがとうございます。